皆さんこんにちは。アトリエ G の絵画空間のチャンネルです。車を走らせること40分、今日は岡山市東区にある神崎梅園に来ています。岡山市の東、瀬戸内市との境目、閑静な住宅地の神崎緑地に、地元の方々に守られ育てられているここ神崎梅園で、そろそろ見頃の梅の花を描いてみようと思います。梅の木は花の美しさもさることながら、いかに枝ぶりを生き生きと表現するかが大切だと思っています。花の色の美しさに目を奪われすぎてはいけないと思いつつ筆を走らせています。神崎梅園は神崎神社の南側にあり、昭和40年頃から地元町内会の人々によって管理されてきた梅園です。約150本の梅の開花時には梅祭りが行われ、多くの花見客でにぎわいます。また梅の実ができる頃には梅ちぎりの行事が行われ、採れたての青い梅の即売会も催されます。岡山市の隠れた観光スポットです。
ところで、おめでたいことがあると松竹梅がよく用いられるのですが、これは西観三遊という中国の故事から来ているようで、すなわち松は寒い時にも常に青々としており、竹は寒い時にもすくすくと伸び、梅は寒い時にも花を咲かせる、こういうことが人々に尊ばれてきたことに始まるようです。しかし、いつの頃からか松竹梅が和食料理などのランキングを示す言葉として使われるようになりました。一番上が松、二番が竹、三番が梅となっています。しかし、これはある意味極めて日本的な思いやりの文化の象徴だという人もいます。よくうなぎ屋さんなどでうな重を頼むと特上、上、並とありますが、並というところを梅と言い換えて柔らかな表現にすることでギスギスした感じをなくすという、これはまさに日本の人々の知恵の表れだと言えます。ここで今回の動画のタイトルでもある渋沢栄一のこの梅の花のようにという言葉についてお話ししようと思います。前回ジャポニズムの動画でも少しお話ししたように、渋沢は1867年のパリ万博に幕府の役人として派遣されています。西洋の近代文明に触れた渋沢は、この時から日本の国のこれからについて様々に思いを巡らせるようになったようで、その後の日本の政策を決める際、様々な場面でその才能を発揮した、言ってみれば近代日本を作った人物だったようです。今回渋沢の激動の人生がNHK の大河ドラマ青天を衝けで取り上げられるようですが、そんな渋沢が梅の花について次のような言葉を残しています。人間もこの梅の花のように一生を好奇福幾たる感に過ごし、その終わった後にも有益なる実を結ぶように心がけ、たゆまず生まず自己の職務に忠実に働き、もって国家に利するようにいたさねばなりません。人々の幸せのために一生を捧げた渋沢らしい言葉だと思います。
日本の花といえば桜を思い浮かべる方が多いのではないかと思います。事実、この木の友のりの歌に詠まれている花とは桜のことを指しています。特に平安時代以降は花イコール桜を指すことが多かったようです。しかし遡って万葉の時代となると梅の花を詠んだ歌が圧倒的に多く、花といえば梅を指すことが多かったようです。いずれにしても桜と梅は日本を象徴する花であると言えます。そろそろ2時間が経ちましたが、今回はアトリエに戻って数日間書き込んでみようと思っています。
本日も最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。また来週お会いしましょう。See you next week. Bye bye.